東京都板橋区からお店の珍百景候補、それはこちらのステーキ屋さんに。どういった珍百景かちょっと教えていただいてもよろしいですか。そうですね、珍百景って言っても何でも自家製で作ってるんですけど、はい、ソースとかなんかは、はい、それですかね。45年ほど前、夫婦2人で開店したこのお店、国産牛のみを使用し、2000円台からステーキをいただけるのだが、実はご夫婦の優しい気持ちから生まれた珍百景が存在した。初めて来たご家族を観察させてもらうと、じゃあ福島のサーロイン3つと山形1つ、はい、1つね、はい、かしこまりました。ステーキ、そしてご飯と味噌汁というシンプルな注文。そしてこの後ついにその光景が。はい、これおまけのね、はい、おまけでポテトフライ。これね、キャベツサラダで、キャベツのサラダもおまけ、フルーツの盛り合わせです。これまたおまけ。これシソカツです。シソカツ、シソカツ頼んだの知ってる。いやいや、これおまけに、おまけですか。シソが挟まったとんかつもおまけ。すごい。さらに卵コロエビフライです。はい、はい、これおまけ。おまけの嵐に奥さんもこの表情。注文したステーキが出る頃には、お兄ちゃんのも頑張って。ステーキだけ頼みましたよね。はいはい、あんまりメニュー出るんですか。いろいろ おまけです。東京都の珍百景候補、ステーキを頼むとおまけのメニューが続々登場する光景。ステーキとご飯を頼んだだけでこの量のおまけ。なんでこんなに料理出すんですか。あのね、夫婦でやってるんで、ずいぶん待たすん でついついお腹すいたのっつんで、だんだん多くなっちゃったんですよね。ご夫婦2人での商いのため、店が混雑しているとステーキを焼くのも時間がかかる。お客さんを待たせてしまうことが多々あり、おまけメニューを出すようになった。今では忙しくなくてもおまけを出すようになり、常時5品以上、まるでセットメニューだ。残った料理はパックでテイクアウト可能。これありがたい。それにしてもすごい量のお持ち帰りです。赤字じゃないですか。まあ夫婦でやってるから、まあ何団長日か、お客さんが満足して帰ってもらうんで、それでまあ、それだけですかね、楽しみは。楽しみは。おまけ料理大量の店、登録となるか。登録決定。お父さんの言葉、お客様が満足して帰ってくれれば赤字でも構わないっていう、それ素晴らしいなと思って、まあね、テイクアウトができるっていうのがすごくない。でもステーキ食うって家帰っても食う。いやいや、だから次の日のお昼分ぐらいはあそこでも、これ自信ないね、ステーキ出るまで。いやいや、だってご飯だって相当な量ですよ、ね、量でしょ。申し訳ない、俺本当エビフライとコロッケでお腹いっぱいになるタイプやから、大人は我慢できるかもしれないけど子供食っちゃうよね。なんかでもこんだけ出ちゃうとステーキ頼むのバカバカしくなっちゃうから。